おばんです。学校です。今宵はこちら、クレーンスターズというゲームやっていこうと思います。なんともね、愛くるしい顔。宇宙での生存実験という名目で何千匹ものハムスターが宇宙に送り込まれた時のこと。ある事故によりハムスターたちは時空の歪みによって生まれるワームホールに吸い込まれてしまった。ブラックホールに吸い込まれていくわけですね。数々のハムスターが。わずか数分で数百万年もの時を飛び越えてしまったハムスターたちは驚くべき知性の進化を得ることになった。進化したハムスターは宇宙の各地にちりぢりに分かたれてしまった。見つけられるだけの材料をかき集め、ハムスターたちは自力で宇宙船を作り上げた。壮大なストーリーだな。ハムスターたちが望むことはただ一つ、故郷の惑星に帰ること。しかし宇宙船でふるさとを目指すハムスターたちに待ち受けていたものとは。なんか含みがありますね。すごいお客さんだ。この惑星ではもう長いこと誰とも会っていなかったの。私はアリス、あなたは？ハム太郎にちなんでね、まあ、ガコ太郎ってことで今回はやっていこうかな。どうぞよろしく、ガコ太郎。それでいきなりで悪いんだけど、頼みたいことがあるんだ。この星は長い間置いてけぼりだったんだ。建物の修復を手伝ってもらうことはできるかな。手伝ってくれて本当にありがとう。あとはここにもっと動物たちがいてくれたらな。ああそうだ、宇宙船につける特製の部品があるんだ。はい、これ24クレーン。宇宙船にクレーンをつけてみよう。じゃーん、新しいクレーンを試してみよう。君と一緒ならきっと動物たちを助けられる気がするよ。ねえ、ここは捨てられた地域、古い文明の埋蔵品がたくさんあるんだ。オーブの中には動物が閉じ込め、大変なことになってるな。こん中に動物が閉じ込められてんの。ひでえ地域だ。早くそれは助けてあげないと。スペースコントローラーをうまく動かして印がついたゾーンに宇宙船を動かそう。あーはいはいはい、左右行きますね。あ、ここか。赤いところを肉球ボタンを使ってオーブを掴もう。ただタップするだけだね。バブーム。救出した動物からハートをもらったよ。動物たちからの感謝の気持ち。この調子で救ってもっとお宝見つけていこう。あ、こうやってミッションがあるのね。動物を8匹救出、建物を3つ完璧に直そう。これ適当にやっちゃっていいのかな。これとりあえず紫色のやつとかさ。何これ、捕獲ケージ。捕獲ケージを手に入れた。コインと引き換えに他のプレイヤーから動物を捕獲することができるよ。え、他人から奪うことできんの、最強じゃん。この子をダークボールだな、これポケットモンスターの。だからありましたよね、他人のポケモンを勝手に捕まえるみたいな。じゃああの紫色最強じゃないですかね。あ、捕獲ゲージじゃない、ドローンなんだこれは。他のプレイヤーに捕獲されないように動物たちを守ってくれるなるほど、私みたいに同じようなことを考えている人からこのドローンが守ってくれるんだ。原石は分解して鉱石にすることができる。30個の鉱石を集めて巨大クレーンを作ろう。素材か。だったらあまり関係なし。やっぱりこの紫が一番最強。バリケード。これを使って他のプレイヤーの建物を塞ぎコインを手に入れよう。どういうこと?これ他の人なんだよね。で、左がタップと書いてあるので。嫌がらせして帰ってって金もらえんの電太もん。なんかいきなりモンスターっぽい名前になりました。なんかね、ハムスターが主人公だからもうちょっと周りの子たちもハムスター系の動物がたくさん出てくれるかなって思ったんですけれども、そういうわけでもないんですね。こういうフォンパンジーとか、なんか大して可愛いキモカバンになるんですかね。主人公がハムスターってことにで、まあハム太郎じゃないですか。皆さん見ていましたか？
あれ語尾ね、いつもヘケヘケヘケって言ってましたよね。この実況動画も全部語尾ヘケにしようかな。ちょっとヘケ動画にしたいと思います。クレーンが落ちていく、ヘケ。何が出てくるかな。ボンビーだヘケ、ルビーだヘケ。ちょっと気持ち悪いからやめよ。このゲームね、もうクレーンをして拾っての繰り返し、結構もう作業的な感じになってきております。話すこともなくなってきておりました。ハム太郎といえばね、皆さんどのキャラが好きですか？モンキーにちょっと待って、ハム太郎の前にちょっと待ってくれちょっと相当なんか今見ちゃいけないものみたいな気するんだけど、え、モンキー D って書いてたよね。でなんかさ帽子かぶってたような気するんだけど、ちょっと待ってくれよこれモンキー D、エルフィーさんのことでよろしいですかこれこれ斬新ですね。広告を見たらこれコインをあげるよってついてるんですけど、本当に広告なんですかね。ちょっとやってみますか。あ、マジモンの広告だわ。こういうね、NFT ゲームで広告見させるって、なんかこの前もやったあのポケットバトルの時とかもこんな感じでしたよね。最近流行ってんのかな。プレイヤーからね、お金を投資してもらう以外にもね、こうやって広告収入を得て、まあ、利益を出してくれるっていうのはいいとは思うんですけれども。はい、ということで、24分の0、クレーン回数を0にしてしまいました。どのぐらい時間経過でこのクレーンの爪っていうのが回復するかわからないんですけれども、一旦時間を置きたいと思います。おはようございます。あれから12時間ほど経ちました。工業員もハムチャンズゲットしていきたいと思います。結局この1クレーンっていうのが何分で1回復するのかわかんない状態なんですよね。どんぐらいなんでしょうか。おー、来たー、チャイナンキー。これで6体揃ったぜ。そしてこの体力について分かったんですけれども、40分おきに4個の回復するらしいです。まあ単純計算で言うと10分おきに1回復するっていうことで、まあ24個あるので240分、だいたい4時間ぐらいしたらフルマックスになるっていうような感じですね。あと1匹だけ動物捕まえたらこのエリアは多分クリアのはずなので、もう1匹まずゲットしていきましょう。あまりにも動物出なさすぎて、ちょっとそのダイヤ使って爪をね購入しました。全く動物出ないね。どうなってんだって感じで、やばい。あ、来たー！マジか！外れだと思ったわ、完全に。マジ？これ来たんじゃない？これで、動物たちを解放してあげて、囚われの身だったからね、解放してあげたら、グリーンアース完了だ。よっしゃ、やっと一面クリアした。やった、ここでのミッションは完了したから、これで次の惑星に移動できるね。でも、その一緒についてってもいいかな。もちろんだと思う。アリスって名前なのか。ここまで一緒にやってきたからね、この調子で他の惑星も立て直そう。はい、ということで次はサニーサイドガーデンという惑星にたどり着きました。途中で話したかもしれませんが、このねゲームっていうのはすごいステージがまだまだあるので、やり込み要素はありそうですね。ステージとしてのねやり込み要素もありますし、途中で出てきたねルフィのパチモンみたいな動物もいましたので、まあ今後もねそういうヘンテコなキャラクターが今後いたらまた面白いのかなって思います。このゲームね、まだプレイトゥーアンでお金を稼ぐことはできないんですけれども、このゲーム自体の NFT っていうのはバイナンス NFT で発売中らしいです。トークンもまだなんですけれども、このゲーム自体がなんかフロー用ゲームズと提携してるらしくて、まあフロヨトークンっていうのはそれは出てるんですよ。で一応 BSC チェーンなのでそこはいいのかなって思っております。
まあ、このゲームね、まだまだこれからって感じでしょうね。最近のね、プレイトゥーアン NFT ゲームで疲れた方っていうのは、このクレーンスターズで一度癒されてもいいんじゃないでしょうか。一応アプリ自体は無料で取れますと。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日ももっといい日になるよね、ガコ太郎。へけ。せばまた。